この付近二条電子の被付近を施考時カラスマ殿は、中世京都にあった邸宅の一つ。後に二条石管家の邸宅を経て、本能寺の変の際に、織田信忠が戦死した二条御所となる。現在の京都市中京区二条、殿町及び、お池野町、竜地町付近と考えられている。通称、二条殿。元は、陽明門院の御所があったとされ、後に、後鳥羽院の長身。 藤原の光の邸宅を経て、上限3年に、後鳥羽院の先頭御所となった。この邸宅の南側には、後生、竜、薬地と呼ばれる広大な池が存在し、池の上には、泉殿と呼ばれる離れが建てられ、本邸と結ばれていた。後に、影見桜門院の御所となったが、上皇元年の火災で消失した。その後、昇華元年になって、 ごさ外いによって新たな御所が造営された。これが、押し工事カラスマ殿の直接の祖となる。校長を2年に院が長愛する、西恩寺主玄子に与えられて以後、彼女はここで生活した。さて、二条家の祖である二条領美がここに居住したとする、十、悪多章の説があり、また、二条京極大に邸宅が存在したことから、二条の加盟が成立したとする説もある。 さらに二条家に伝わる二条を押し工事家門邸泉木には二条領美が県庁年間に愛白したと記されている。だが二条領美邸は後に代理として用いられる二条富野工事殿であったことが平時還元2年4月20日上に記された両日の霊勢殿から二条富野工事殿への移転記事を私二条富野工事御所から確認可能であり、また 両日の子二条道義が公挙したのが二条富の光寺殿であったことも京光京気証言元年11月8日上の死境記事例公挙級云々座二条富の光寺帝いため人中作り無便宜に明記されており二条両未定が押し工事から住まいや二条京国にはなかったと考えられているの一部とみなされていたまた県庁年間に おしこうじカラスマ殿の施設が存在したかも不明であり、少なくても二条領味が、おしこうじカラスマ殿の主であった可能性は低い。さらに、室町時代後期に、三部春富が二条お持ち通りより、蒼白を行ったのは、永人年間であったとする話を聞いており、五伏見天皇が二条富の工事殿にて即位した。永人六年以前の13世紀後半に二条。 富野工事伝統、押し工事カラスマドロの総博が行われている。以後、二条家代々の邸宅となり、石官を五度務めた二条、吉本の拠点もここに置かれていた。吉本が十七歳であった、兼務三年八月十五日、兼務政権を崩壊させた、足利高氏の工作によって、自明院党の黄金上皇及び弟の豊日と新能、新郎が押し工事カラスマドロに入り、 黄金上皇の御所とされた泉殿にて、神皇の元服が行われ、そのまま上皇の勇士として神殿において、戦争の儀が取り行われた。ここに北朝が成立することとなり、これを吉礼として、次の須訪天皇の戦争もここで行われた。時代が下って、大安元年、昭平23年うるう6月13日に、雷雨の押し工事カラスマ殿の池から白竜が、 昇天するのを目撃したという話があり、これを聞いた中岩縁月がこの池を龍、薬地と命名したという。二条殿の庭園の姿は、重いままの日記に滑車されており、島が点々と浮かぶ池や高さ五尺ほどの滝があった、ことが知られる。ところが、二条家が居住して以後、度重なる火災などの災害、そして王人の乱にも、被害を受けなかったはずの押し工事からすま殿が、 文明9年11月11日に放火によって消失してしまう。9年後に建物は再建されたものの、これを機に二条家は当主の旧死が、相次ぎには2歳の二条陰謀が当主となるが後に、大明寺の変で殺害されている。政治的にも、経済的にも、没落の一途をたどっていった。戦国時代の、落中落外図に二条殿の立派な姿が描かれているが、 実際には、当主は、生活区から、各地の大名を頼って転々とし、邸宅の施設は荒廃して、京都の人々は、身分の上下を問わずに勝手に、邸内に侵入して、庭や池を見て楽しむ割様であった。その状況を立て直したのが、織田信長の上落を、いち早く指示した二条晴良であった。だが、天正四年に、押し工事カラスマ殿に行った信長は二条晴良に、 迫って退去させ、自分の在京時の城とすべく村井貞勝に修繕工事を命じた。しかし天正七年にはかねて目をかけていた、諸君、佐根人新能に御所として提供してしまう。以後、二条御所、下の御所などと呼ばれていた二条御神像は、天正十年の本能寺の変に際して、信長の着難織田信忠が立てこもったため明智光秀軍の襲撃を受けて消失。 跡地には一時、橋場秀吉により、信忠の母台を弔うため大運営が創建されたが、間もなく、寺町に移転させられ、以後民家や金座、銀座などに分割、転用され、庭園も荒廃、消滅した。竜、薬地も江戸時代後期までは、痕跡が確認できるものの、現在ではその面影すら存在していない。京都労働局局舎が改築された際に、 発掘調査が行われ、池の巣浜などが発掘されている。なお二条殿にあった、この池が後に、現在の、大池鶴の名の起源となった。ありがとうございます。